大丈夫ですか、エヴァさん。やはり無理をせず休んでいてください。大丈夫だって言ってるわ。もう大人は私たち三人しかいないのよ。休んでる暇なんかないわ。石にかじりついてでもここを死守するわよ。無理はするな。せめて目を閉じていたまえ。もし起こさねばならぬ時は必ず起こしてやるから。だから平気だって言ってるわ。放っておいて。私は間違っていたんだわ。どうして？私は後宮家の当主の座さえ得られればそれで満足のはずだった。それがあの黄金の山を見た途端に欲が増えたの。あの黄金の山を独り占めしたい気持ちに駆られた。それは恥じることでも何でもないわ。だって後宮家の当主として当然の権利じゃない。他の誰にも黄金の一かけらだって譲るものかってのよ。私がその誘惑にとらわれたからあなたが生まれてしまったんだわ。あなたは私の少女時代の心であると同時に自分勝手でしかない私の横島な心でもあった。そのあなたがあの黄金の山によって芽生えた私の愚かな欲望のせいで私の胸という卵の殻を破りこの世に生まれ出てしまった。あなたを産んだのは私の責任なら、私が殺したローザとマリアも、そしてルドルフとキリエと秀吉もあなたの責任ってことになるわ。どうしてうちの人まで殺したのよ。どうして。秀吉を殺す気はなかったわ。だってうるさくてしつこかったんだもの。その意味では私たちの、いえあなたの責任ね。あんなのを旦那に選んだあなたの責任だわ。あなたみたいな子供にあの人の良さはわからないわよ。あなた。何よ、
私たちは魔法で夢を叶えたのよ。碑文の謎を解いたわ。そして黄金を見つけ、当主の指輪を手にしたわ。すべての夢を叶え切ったわ。それがなんで不満なの？それだけがすべての夢なんかじゃないわ。あの人と素敵な人生を歩んで、ジョージに素晴らしい人生を託す。妻として、母として私にはまだ叶えなければならない夢がたくさんあるのよ。それなのに、それなのに。それはあなたが大人になってから勝手に増やした夢だわ。私たちの夢じゃない。だからあなたは子供なのよ。自分さえ良ければいいの。そうよ、全て私が悪いのよ。あの時ローザの言うことにどうして私は反抗したの？どうして兄弟みんなに黄金を見つけたと発表できなかったの？全て私が醜いから。黄金を独り占めしたくて芽生えさせた横島な心があなたを孵化させてしまった。ひどい嫌われようだわ。私たちは二人で後ろ見やエヴァなのに。いいえ、もう違う。そしてそれはあなたが言ったのよ。私は後ろ見やエヴァ、そしてあなたは黄金の魔女ベアトリーチェ。だからもう消えて。魔女なんておとぎ話の中にしか存在できない妄想よ、幻想よ。あなたなんか消えてしまえ。二度と私の前に現れないで。ああ、そう、分かったわ。あなたの前から消えてあげるわ。そして私はもう後ろ見やエヴァじゃない。これからは黄金の魔女ベアトリーチェよ。もう好き勝手に遊んでやるんだから。あんたなんて知らないわ。へそでも噛んで勝手に死んじゃえば。私なの、私が彼らを殺した。あの人を殺してしまったのも私が殺してしまったの。大丈夫か、エヴァ。夏日、水を頼む。あ、はい。大丈夫だ、エヴァ。ちょ、むせちゃっただけなんだか。来るわ。ごめんなさいね、寝ちゃってたわ。戻ってきたらまたコーヒーを入れるわね。特に濃い、明日の朝まで眠気が来なくなるようなやつを。うん、頼む。ゴーダの入れるコーヒーよりお前が入れるコーヒーの方が私の好みに合うからな。お世辞でも嬉しいわ。すぐ戻るわ。あなたもあれだけ犬猿の仲だったエヴァさんに気を使うこともあるのですね。本来兄とはこういうものではないのかね。ええ、それで正しいと思います。エヴァに限らん、ルドルフにもローザにも
私がした兄らしいことといえば、それを横兵に語り、彼らをいじめただけだ。父のようになりたくて、私なりに必死だった。だが、いつもそれは及ばず、そのはけ口を彼らに向けてしまった。しかし、それは言い訳にならん。エヴァにも、まだ傷が癒えぬほどに、深い心の傷を負わせてしまっただろう。悔いているが、今さらそれを詫びたところで、その傷が癒えるわけもない。あなたがその気持ちを、今だけでなく、持ち続けることで、その気持ちはきっと、他の兄弟たちにも伝わりますよ。今となっては、他の兄弟もエヴァを残すのみだからね。もし、あなたと、あなたのご兄弟が生まれた家が、後宮家でさえなかったなら、もっともっと普通な、楽しい兄弟の関係であったでしょうに。それを言ってもな。エヴァは生涯、私を憎み続けるだろう。そしてその資格がある。私はそれを甘んじて受け止めるつもりだ。あなた、エヴァ、すまん。もちろん許さなくていい。もちろん許さないわ。何を今さら。へそでも噛んで死んじゃえば。やっちゃえ、散らしてしまえ。45、射撃とか治療。射撃曲線再確認、機構誤差修正。410データリンク。410データ受領、射撃許可確認。にひひひひ、射撃。死亡確認。牽引曲線形成、補正点修正。410データリンク。410データ受領、死体牽引開始。2匹も釣れた。2匹。ごめんなさい。もう大丈夫よ。今コーヒーを入れるわね。
武用人ね。二人揃ってどこに行っちゃったの？声をかける。手で触れるな。心の声で呼べ。心の手で求め。そなたの強き思いだけ。シャノンの失われた魂、わらわの魔法を届かせ。
ならばお嬢様、この壺を魔法で蘇らせましょう。それで皆が幸せになれるなら、壺も魔法も精霊たちも喜んでそのために力を貸し、元の姿を取り戻すでしょう。さあさあお嬢様、目を閉じて私と一緒にお歌を歌いましょう。さあさあ目を閉じてごらんなさい。そして思い出してごらんなさい。あなたがどんな姿をしていたのか。それはきっととてもとても美しい姿。どうか私にあの姿をもう一度見せておくれ。シャノン、僕がわかるかい？ジョージさん、これは
天然なの。いや、これは夢じゃないの。だからほら、冷めても冷めないよ。彼女が君を生き返らせてくれたんだ。ありがとう、ベアトリーチェ。わらわは何もできなかった。サナを蘇らせたのはそなたの魔力、そなたの魔法、奇跡を成し遂げる後宮の血。確かに見届けさせてもらったぞ。ジョージさんが私を。うん、わらわなど足元にも及ばぬほどの凄まじき魔力であったぞ。わらわなどはまだまだ見習いの息を出ぬか。今こそ身の程を知ろうぞ。ありがとう、ベアトリーチェ。君は僕たちの恩人だ。ありがとうございます、ベアトリーチェ様。再びジョージ様に会わせてくださったこのご恩を決して忘れません。よせよせ、愛し合う二人に感謝されては下道の極みと恐れられたわらわにはくすぐったすぎるというものよ。わらわのことは気にするな。存分に再会
ようやく魔法の使い方を思い出したようですね。頭ん中酸欠でカラッカラで、思い出すもヘチマもねえぜ。それよりあんた殺したじゃねえかよ。現れるんじゃねえよ。あなたが未だに私を生かしていますよ。だからこうして現れられます。もっともあなたの頭を撫でに来たわけでもありませんが。無様なわらわをわざわざ嘲笑いに来たかよ。それに隠居までした魔女が今さら頭なんか撫でられちゃ他の魔女の笑い者だぜ。そうですね、一人前どころか現役を退いたと豪語するあなたなのに、今頃になって魔法の使い方を覚えたなど恥ずかしくて誰にも言えませんね。だな、内緒にしてくれよ、お師匠様。射撃準備完了。弾種選定、装填。410、射撃2匹。ベアト、今のうちに逃げて。シエスタの黄金宮からは誰も逃れられない。410、標的失端。にひゃ、魔法機マーシー。45、了解。索敵変更、対人画像追尾方式。標的再捕捉、410へデータリンク。410データ受領。すっとろいに、先代様。来て来て来て、着弾。